はい、YouTube クリニックの植松です。今日は、インフォデミックの話をしようかなと思います。で、面白い論文が出ました。ウイルス自体じゃなくて、このインフォメーションが伝染していくっていうことで、インフォデミックというんですけれども、これによる、公共の健康ですね、それが侵害されていると、インパクトが与えられているという論文です。で、詳しくは、論文を貼っつけておきますので、それを見ていただければと思いますけれども、こういった世界中のマップありますけれども、これは赤ければ赤いほど、この噂とかですね、あとは差別とか、そういった間違った情報に踊らされていることが、この赤ければ赤いほど、そうなっているということが示されています。もう世界中が真っ赤っかになってますね。で、この論文では12月31日から4月5日までを調べているので、それ以降のことは反映はされてないんですけれども、その後アフリカとかにも、ウイルスは進出していきましたので、そこも真っ赤になってくるだろうなとは思います。さあ、このインフォデミックの一つの典型なんですけれども、例えばイランでアルコールがコロナウイルスを消毒するんだっていうことで、これでアルコール中毒が多発するようになりました。で、ここで問題だったのが、イランでは宗教上の理由でアルコールが合法的に置かれてないんですね。なので、飲む用のアルコールがないために、工業用のアルコール、メタノールですね。メタノールを飲んで、中毒になって死亡してしまうということ。あるいは、密造酒とかは、粗悪なものはメタノールというものが混ぜられてますので、それで中毒になって死亡に至るということが起きてたようです。それで800人が死亡したということで、で60人が、失明ですね、をされたということでした。で、皆さんは、メタノールに関して中学校の時とかに聞いたことがあるかと思いますけれども、エタノールは飲んでもいいけどメタノールはダメだよって多分言われたことはあるかと思います。メチルアルコールですね、目が散ってしまうアルコールって言われて、メタノールを、摂取してしまうと、この目の中に、アルコール脱水素酵素があるんですね。で、それによってメタノールが蟻酸って言ってアリの酸に、変換されてしまって、それが目を犯してしまって失明してしまうっていうことです。で、それが他の体のところに行くと、それで死亡に至るっていうことで、結構怖いことなんだよっていうことを多分中学校か高校の時に言われたかと思います。で、それをイランではやってしまったっていうことですね。で、これ結構あんまりバカにはできなくて、ちょっと前まで日本でも似たようなことが起きるんじゃないかなって私は危惧してました。っていうのは例 の大阪のイソジンですね。イソジンが重症化を防ぐって、イソジンがコロナウイルスをやっつけるんだっていう話を吉村知事がやってしまって、で、それでまだ完全に解明されてないのにダンって出してしまったもんだから、イソジンが売り切れたんですね。で、イソジンでまだうがいするだけならまだそこまで害は大きくないとは思いますけれども、これを飲んでしまう人が来るんじゃないのかっていうのは危惧してました。ただ幸いそういった話は聞かないので、良かったんだろうな、そういったことまではしなかったっていうことで、ちょっと胸をなで下ろしたところなんですけど、これは一歩間違えばそういったことも起こってもしょうがなかったかなと思ってました。それほど、ウイルスじゃなくて、ウイルスによる混乱のせいで、その混乱による情報のせいで、命を落としてしまうっていうことは、かなりあり得る話なんですね。なので、ぜひ気をつけていただきたいなと思います。で、最後にですけれども、そういった情報に惑わされないためにっていうのは、やっぱり信頼できる人を見つけるっていうのと、あとそういった機関ですね、政府の機関とかもあるんですが、それをできれば複数で、複数持っていただくと、一人間違ったことを言ったとしても、数人が合っていることを言っていれば、大体大丈夫な方向に行ってくれるので、ぜひ複数、この人は信頼できるんだとかいうのを見つけていただいて、情報をキャッチアップしていただければなと思います。とりあえず今日のところは以上です。お疲れ様でした。